セイカさん、拷問の時間です。クッククッ、アニメ化よかったね。ハッピーハッピーハッピー。今からやるシナリオも拷問みたいなもんだからね。え、今日はクトゥルフ神話 TRPG。 お風呂の温度は1ギール駆動やるよ。わーい、待ってました。今回も変わらずカツラギセイカで参加します。お風呂の中でラブコメアニメをたくさん見れるように頑張ります。よろしくお願いします。ちなみになんだけど、このシナリオはロスト、後遺症の可能性があるよ。お風呂でラブコメ作品を見すぎて残せちゃうという後遺症ですかね。100度の温度で見続けてたらロストしちゃうよ。1クールのラブコメアニメ視聴の儀しましょう。288クールも入ってるつもりなの。うん、でもラブコメ作品見すぎて配信サイトのジャンル検索で出てくるアニメ大体視聴済みになってるんだよね。それはもう難民だね。ラブコメもっと増えろ。それじゃ始めていきましょうか。始めましょう。この動画では以下の要素が含まれます。カツラギセイカ、あなたはいつも通りの日常を送っている。今は探偵事務所にいて、そろそろ就業時間というところだろう。はあ、もどかしいです。ミオンちゃんと先生、早くくっつかないかな。今の距離感も好きなんですよ。好きなんですが、進展も必要です。進展させるには何かいい方法ないですかね。キッパー、いいアをください。ええー、そうですね、アイディア振ろうか。先生とミオンちゃんをくっつけるアイディアをください。トラビスとミオンちゃんには共通の趣味があります。はい、先生とミオンちゃんはゲームが好きです。 FF14 っていうオンラインゲームをやってるって言ってました。あ、そうか、一緒にそのゲームをやって先生とミオンちゃんをくっつけるシチュエーションに持っていけばいいんだ。スマホで FF14 のことを調べます。図書館かオカルトで振ってごらん。このゲームには結婚システムがあるようだ。そしてゲーム内で結婚した後、リアルでも結婚をしたカップルが何組かいるらしい。そういった記事を見つけることができるだろう。これだ、この作戦でいきましょう。え、何、どうしたの急に。先生、あのね、君がそうやって大声を上げるときはろくでもないことを考えてるときなの。私にもゲーム教えてください。いつも一緒にエーペックスやってるでしょ。そうじゃなくって、ミオンちゃんと一緒に遊んでるゲーム私にも教えてください。何、興味があるの。はい、私が必要かなって思うわけなんですよ。なんで。エディア、二人が遊んでて面白そうだなって思って。とにかく私も遊びたいんです。ああ、わかったわかった。じゃあまた今度。絶対ですよ、約束ですよ。はいはい、これ公式サイトね。いろんなキャラがいますね。あ、私このデッキへのがいいです。よりにもよってるがディゴ。セイカさんはシロルがやってそうだよね。わかる、派手派手な服着てそう。早くお家帰ってダウンロードしなきゃですね。そうそうだね。セフィロスやワッカも作れるんでしょうか。頭の中ミームに侵されすぎじゃない。お風呂気持ちよすぎだろ。ではあなたは仕事をアイキラに着くことになる。何かに巻き込まれることなく自分が住んでるマンションの扉前までやってくれますね。鍵はちゃんとかかってますか。セイカさんだからな、幸運振りましょうね。よかったですね、あなたの家はオートロックじゃなくてもオートロックがかかってますね。よかった、ならきっとカバンの中から食べ損ねてたアンパンも出てきますね。それってファンブルなのでは。今日が消費期限ってことにして。なるほどね、じゃあ今日で消費期限が切れるアンパンを持ち物に加えといてください。ラッキー。よかったですね、これがセイカさんが生還する鍵になるかもしれないじゃないですか。やかましすぎる、アンパンで何するってんだよ。あなたは自宅の鍵を開けて部屋に入ることができる。いつも通りの部屋ですね。あ、ただいま。家に帰ったらセイカさんは何をするの。こ、もしかしてカツラギセイカのナイトルーティーン会。あ、はい、そうですね。キラキラ女子大生のナイトルーティン Vlog 始めます。とりあえず帽子とカバンをソファに置きます。そして伸びをします。かわいいですね。さてと、さっき先生が言ってた FF14 とゲームをインストールするために公式サイトを確認します。図書館もいらないでしょう。この間冒険者が3000万人を突破した有名 MMO ですから。おめでとうございます。おめでとうございます。ホエイ日本計算で4人に1人遊んでるんですか。やべえですね。そう考えたらすごいな FF14。 ミオンちゃんはお侍さんとかやってそうです。あ、確かにそうかもね。私なのジョブにしましょう。先生は確か気功師やってるって言ってましたし、そう考えるとタンクですかね。でも近接ならミオンちゃんがやってそうですし、ロールかむりしない方がいいですよね。何がいいかな。飲み込み早いですね。じゃあ待ってるのはヒーラー枠なんじゃないですか。あ、この白魔導士とか気になりますね。白イルがディンにするつもりでしたし、ちょうど白白で良い感じです。私のキャラクターを30歳童貞という設定にしたら、名実ともに白魔導士です。これで行きましょう。ゲームのダウンロードには7、8時間かかるだろう。はあ、ここまでで全然キラキラしてねえじゃん。カバンと帽子を置いて PC の前でブツブツつぶやいてるだけじゃねえか。じゃあお夕飯に味噌菌をすすります。今って味噌菌売ってるの。売ってないと思う。高温は触れや。なんで、あっていいでしょう。じゃあこの間最後の1個食べちゃいましたね。ぐー、味噌菌ないならカレー飯がいいです。カレー飯は箱ごとストックがありますね。よかったですね、あなたはカレー飯にありつけることができるだろう。はははふもぐもぐ、うめえ。もうダメだ、キラキラ大学生のナイトルーティーンなんてなかったんや。ご飯を食べながら配信サイトでラブコメアニメを視聴します。入ってくれ、風呂に入ってくれ頼む。本編は始まらねえんだよ。はえー、参考になるな。何のだよ。この作戦いいですね、恋の駆け引き大作戦です。現実はそう甘くねえんだよ。予習のためにネット中のすずめを視聴します。見終わる頃には23時頃になっています。いやいい話でした。ミオンちゃんと先生もこうやって出会ったんでしょうか。そういえば二人の馴れ初め聞いたことなかったな。続けて、山田くんとレベル999の恋をするも主張しましょうっと。満腹マンもこのアニメ好きだもんね。どっちも大好きだよ。残念ながら山田みたいな人、現実には、あ。
バレたか。む、あいません、いません、こういう男は現実にはいません。なんか興ざめました。お風呂に入りましょう。はい、ありがとうございます。助かります。いえいえ、冷めた心をさっぱりさせるためにあなたはお風呂場に向かうことだろう。そしてお風呂の中でラブコメ作品を視聴しましょう。お風呂場の扉を開けるとお風呂場にはダイスが置いてある。何ですかこれ、サイコロ。桃鉄で見たことあります。桃鉄より面の数が多いですね。客面ダイスです。ほぼ球体ですねこれ。というか吉田の忍さんの動画で見たことあります。警察に媚びを売るな。お風呂場の壁に紙が貼られていることに気がつく。そこにはこう書かれている。 1D100 度のお風呂に5分間ちゃんと使ってね。つまり5分アニメ1話分しか視聴できないってことですか。アホガール見ますか。アホガールは15分アニメですね。さてあなたは今100面ダイスを手に持った状態で全裸で立ち尽くしている状態だ。ふふふ、いいでしょう。ダイス勝負ということですね。私がアモーレミルクシリーズ第5話までで何回クリティカルしてると思ってるんですか。本当に異常だからね。あれ、私はダイスの神に愛されている女カツラギ聖火。そこらの探索者とは違えんですよ。なんかちょうど良い温度になってません。ちょうどアニメ見るのに良い温度。あなたがダイスを振った瞬間に着地からお湯がこぼれ落ちてくる。お湯舐めます。レロ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 。舌をやけどしてないところを見るに見る前だ。34度くらいですかね。舌で判断するんじゃね。じゃあ入りましょっと。はいどうぞ。スマホからアニメを視聴しながらお風呂に浸かります。サマータイム連打見ましょう。あれってラブコメなの。要素としてはあるけどメインは SF サスペンスだよ。すっごい面白いの。今度見てみよっと。シナリオ的にはお湯がぬるすぎて悲しくなるのですが、悲しくならないですよね。いいえ、悲しいです。それアニメのストーリーで悲しんでない。じゃあしんどいのとぬるいので3チェックです。ぐっぐしんどいです。あなたはその後問題なく5分間お湯に浸かることができる。アニメなら見るの。1回見たらずっと見ちゃうよね。10話くらい見ちゃう。悲しいお知らせをすると、それをしたらあなたのアンパンの消費期限は切れます。あーまずい。1話分見たらすぐに上がります。あなたはリビングへと戻ってくる。戻ってくるとテーブルにはあなたの好きな飲み物牛乳が置かれている。やった、アンパンと牛乳、ちょうど良い組み合わせじゃないですか。至れり尽くせりですね。もうこのシナリオただのカツラギの日常じゃねえか。じゃあ最後に幸運を振って終わりにしましょう。アンパンは消費期限切れかかってましたが、お腹を壊すことはないですね。いきなり出てきた牛乳は大丈夫なの。じゃあ牛乳でも幸運振ってみようか。もうどうしろって言うんだよ。そうですね、アンパンは美味しく感じるし、牛乳を飲むと肌がツルツルになった気がするし、もう何でもうまくいく気がします。なんだかこの牛乳、飲むとお肌がツルツルになってく気がします。はっ、もしかしてこれ、アモーレミルク。あなたは一抹の恐怖を覚えながら、今日という日を終えることになる。お風呂の温度は 1D100 度、セッション終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんだこれ、成果報酬がございます。成果の報酬ですか。アンパンと牛乳以外にも何かもらえるんですか。 1D10 の産地回復です。やったです。最後のクリティカルの効果で APT を足す1してください。やっぱりアモーレミルクじゃないですか。アモーレミルクについてはシリーズで投稿しているので、気になった方はぜひご視聴ください。気になったらぜひぜひ。カツラギ聖火超頑張ってるので。てかこれネタバレになるんじゃない。なんで、聖火さんがアモーレミルク生還できてるっていうネタバレになるんじゃない。あ、いや大丈夫です、そんなことないです。このシナリオの聖火さんは成仏できてない亡霊かもしれないです。怖すぎるだろ。ただのミニシナリオを化け物シナリオにするんじゃないよ。はい、終わりです。